増村康蔵は日本の映画監督、脚本家である。山梨県甲府市出身。旧制甲府中学から旧制第一高等学校を経て東京大学法学部を卒業。東大法学部時代の知人に三島幸男がいる。1947年、大英二助監督として入社。東京大学文学部哲学科に再入学。 1952年、イタリア留学、イタリア国立映画実験センターで、フェデリコ・フェリーニや、ルキノビス・コンティラに学ぶ。帰国後、溝口賢治や市川コの助監督として参加。1957年、口づけで監督デビュー。監督第2作、青空娘より、若尾文子とタッグを組み、妻は告白する、制作の妻、女の子箱より、夫が見た。 赤い天使、漫字、姿勢などの仮作にして、重要な作品群を残す。また、兵隊ヤクザ、陸軍中野学校と、それぞれかつ新太郎、市川雷蔵の大ヒットシリーズの第一作を監督して、大英絶頂期を支えた。1958年、雑誌、映画評論3月号において、ある弁明という評論を発表。自分の映画の方法論は、 近代的人間像を日本映画に打ち立てるためのものだと主張し、当時の巨匠、成瀬美希夫、日本の社会をそのまま認め、儚き小市民の情緒を描く自然主義的風俗映画と、他に今行った出し作品を通列に批判した。大英当産後は映画プロデューサーの藤井弘明、脚本家の白坂義夫と共に独立プロダクション。 行動者を設立し、大地の子守唄曽根崎真中などを監督。また、勝新太郎の勝ちプロと組んで、新兵大役座下戦といった後期代表作を手がける。1970年代以降は、大英テレビを中心に、ザ・ガードマン、赤い衝撃などの赤いシリーズ、スチュワーデス物語などのテレビドラマの演出、脚本を手がけ、俗に言う。 大英ドラマの基礎を作り上げた。1980年、日本とイタリアの合作映画、エデンの園を監督。天才脚本家と呼ばれた白坂義雄は、青空娘から、曽根崎真中まで13作の脚本を担当し、新藤兼とも、氷壁から、松本成長スペシャル黒い福音まで10作の脚本を担当し、それぞれ名コンビとして知られた。 1986年11月23日、脳内出血で死去。62歳没。改名は、影光委員。縁王方針古事。監督作品を除く。ありがとうございます。